劇作家の重信です。演出家の土井です。よろしくお願いします。お願いします。はい。演技を褒めて褒めて褒めまくるということで、えー、鎌倉殿の十三人第二十六話行ってと思います。よろしくお願いします。お願いします。いやー。ついにまあ巨星落というかね,うね。そうだね。あというところでまあどん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 周りの人たちが複雑に。<laughs> 複雑にね、そうですね。<laughs> はい。水面下ではいろいろなっていう。 ところですかねはい、はい、6分のところ、はい、でまあそんなね渦中の義時さんと、はい、家中の比きさんの、はい、まあ密談のところというか、うんあね、お互いその家もあるし眠り、ね、れれをかけなきゃいけないっていう <laughs> ところですよね。うん、あでしかもね切羽詰まってるからね非常に緊張感のある、うん、あの芯のある強い お芝居になってるんですよね、公演になっていて、あのちょっと短かったんですけど、本当にそれでもわかる非常に素晴らしい演技だったと思いましたね。いやもうね、その今回もう密談する部屋がもう暗いですね。そうだったね。で基本的に夜夜夜で来てっていうところでしたね。すごくそれが印象的でしたね。で次が二十三分。えまさこさんとえミーさんとの こうちょっとすれ違いあ,あのう、ー、てしまうところ、うん、あなたにはまあ無理よみたいなうここもねま雅、あ、子さん自体がこう切羽詰まってるというか追い詰められて、うんえー、いて、まあ、みーさんも追い詰められてるんだけど、うん、うそこのズレがね非常に大きくなってしまったっていう、うん、で雅子さんは別に、えーまあ、悪気というかうではないんだけど、うん、まあ,あ 私がしっかりしなきゃっていう別のことをしているんですけどそれがこう強いお互い強いこうやり合いになっているのでうん、うん、あのドラマを生んでいるんですよね,うすね、うん、だからあのいい強い演技だったと思いましたねうん、うん、そうねひょんなことからちょっとした差がね、うん、見つかってしまってぶつかってしまうっていうところですよね、うんうん、いやーいやー 怖いなまあねもう本当に死のとこにいる夫の看病でずっと、うん、そうやねたところと、まあ、もしかしたら次は私が見たいところかもしれないっていうちょっとね<ー>期待のあったところとのすれ違いですよねうん。で25分雅、はいえー、子さんと、えー、頼朝さんのところなんですけど、はいまあ、一瞬生きかって 立っ,たのかな立ったのかなっていうところなんですけど、うん、あの雅子さんの驚きから、うん、うーんまあ慌ててるっていう、うん、でこの芝居非常に体が柔らかいところに響いているっていうもう怒ることは台本上で知っていて、うん、なんですけどあんだけ体にパンってこう当てるっていうのはもう本当にその場に。 いいないとできないところなんですけどもこれめちゃくちゃうまかったですね頭に当たってて体に当たってるっていうのが素晴らしいとこですよねまたねここでようやく朝を迎えてっていうシーンなんですよね、うん、ここまた憎いところですよね素晴らしいですはいで32分それを受けてまさこさんと 頼家さんの後継者そうそうそう城下町を話せてねあそこで確かに話したなと思いながらそうですねんかこうね頼朝お父さんが作ってきたものを都を見ながらっていうところですかねだからその雅子さんの強い覚悟とあなたがっていう期待とが混じっている ね、でまあ説得というわけでもないんですけども、うん、あの相手にねじ込んでいくあなたがあなたなのよっていうすごい行動ですよね、うん、うん素晴らしかったと思いましたうんまあいいところでしたよねそううん,うんいはい、はい、で39分義、はい、時さんと はい、子さこんのところですね、うん、で義時さんが「もうこれであの私の役目はそう終わりましたとこと」と雅、うん、子さんが「いや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 あのあ逃げるな」と。<laughs> 行くんじゃないと、うん、もうここはめちゃくちゃ強い行動と分かりやすいドラマですよね。お互いのの兄弟の、ねうん、関係性を使って っているっていうもう分かりやすいドラマですね。うん、行きたい人と行かせたくない人っていう、うん、もうバチバチのところでしたね。素晴らしい演技だったと思いますね、うんうん。いやー、これねー。ねーいや、それぞれのね、いや欲もちょっと出てきつつっていう感じですかね。いや、頑張ってほしいなー。<laughs> <laughs> もうちょっと頑張ってほしいな。いやー、これ、えー、でも、ねえー。もう、ただではちょっとね、終わりそうない感じですね。なな起きちゃうな、なんかな。え、そう。でね、あの、ついに三浦の出番かっていう、三浦もね、はい、<laughs> 三浦家も、<laughs> そうですね。こう来るんだろうね。あ<ー>えー、しかし、いいポジションだね。 あの山本さんはうまいこと一応地位はあるんだけど責任はないみたいな <laughs> そう一番いいところにね、えー、そう,ですねそういるっていうね、うん、そう決定的な、ね、対立とかっていうのをちょっと避けつつそう、ね、でもねおいしいところに、ねうん、入りつつっていうはい,、ね、いやーところですよねいやー面白いですねあーそして ね、次回はその13人が鎌倉殿の13人がついに出てくるっていうところですかね。いやーなんかこうねこれまではこう一つの方向に向かってたというか、うん、ね頼朝の元に集ってた人たちが、うんうん、ついに分 <laughs> 裂し、うん、<laughs> いやそうだね, <laughs> ね誰がどっちにつくのかみたいなところが。うん いやいよいよ始まってくるんすかね。うん、なんか、いよし13人だっていう感じじゃないでもね。もうねいや、そう、ね。<laughs> しょうがないから13人みたいな。<laughs> いや、そうですね。<laughs> そのニュアンスあるな <laughs>、ねあ。いや、あの人がいるんだとえば、この人も入れないといけないし、えー、みたいなね。な <laughs> そう、バランスを取りつつっていうところですよね。うん、いや,ーいや、ね、しかもね、キスっていうのが、ね、またいいよね。いいところですよね。うん <laughs> 群数だとね、66に分かれたとき、ああだこうだっ、ね、て<え>なるからなね。決定的にね、ぶつかりになっちゃいますからね、そう。うん、いやーね、そうですね、その誰がこのキャスティングボードを握るのかみたいなね、最後の一票で、ね、66、うん、<laughs> に分かれたときに、そう最後の一人がどっちにつくのかみたいなところですよね、ねそう、うんえー。いやー、だんだん楽しみですね、うん、そう。 全城、えー、殿が継ぐのか、より家様に、ね、そのまま継がすのか、みたいなね、ねどっち派なんだみたいなのもちょっとありましたけどね。いやー、それぞれ、いや、これね、いや、面白いそうですね、すねこれね、ね次どうなっていくのかって本当楽しみですね。すねはい、あ、というわけで、鎌倉殿の13人の第26話でございました。ありがとうございました。ありがとうございます。 はい、この動画少しでもいいなと思った方はチャンネル登録、グッドボタン、コメントなどなどしていただければと思います、えー。お気に入りのシーンだったり、お気に入りの俳優さんだったり、ぜひ教えていただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします